明星食品中華三昧ラージャオパイタン麺、ノンフライ麺に液体ウビ粉末スープがついています。麺は扁平角断面で輪郭は明確です。痩せた感じはせず、適度なふくよかさと重量感があります。しかし最近の生麺を目指した即席麺と比べると、粘るようなしぶとさに欠けるように感じます。スープは白いパイタンと辛いラー油の二重構造です。パイタンの部分は割と平板で、旨味は強いですがちょっと人工的です。これにラー油を入れてかろうじてバランスしています。辛さはそこそこで、旨味は強いけれど重厚さに欠けるスープだと思いました。中華三昧といえば80年代初頭の高級ラーメンとして突出したイメージが強いのですが、今食べると自由に残された部分もあり寂しく感じます。